グレ消すわ。消してみる、グレを。ほんまや。どうも TQQ です。パライソー限定の不具合なんですけど、キャスディの2回目のマグネティックグレネードが透明になるバグが発生しています。くっついたかどうかわからないんで、めっちゃ使いにくい。有利に使う方法があるのかどうかは謎です。前回のアップデートから発生してるみたいで、まだ治ってへんみたい。キャスディ使うときは注意が必要です。ほんでこの試合は相手がドゥームフィストだったんで、主にソンブラを使ってきました。まあ、キャスディも悪くはないんですけど、個人的にはソンブラの方が使いやすいかな。楽しい試合だったんで、ぜひご覧ください。対戦でも大丈夫そう。ほんまに大丈夫なのかな。この上にアッシュいるかも。どうするじゃ。え、ついてる？ついたな。ボムついたんかついてへんかわからへんわ。これはあかんな。ちょっとダメや。さすがに。アッシュはどうするんだろう。ダメージ入ってへんの、マジか。味方のトレーサーどこや。高台かな。めっちゃ高台いる。やばい、ドゥーム一回やった。もうウルト使うやろ。ここなんで戻られへんの。スタンは長いから。あ、ついた、ラッキー。変更変更、どうやって変更すんのこれ。変更できへんて。あ、透明やからか。透明やったら変更できへんねや。え、透明の時テレポーター乗れんのに。うざ、うざくない、うざくない。キャスいる、これ。そのグレ消えるから気をつけろよ。次のグレは消えます。あそこに敵がいるわ。ゴー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 。死なんのマジか。あぶねー。ドゥームどこ行った。まあいいや。
めちゃめちゃいるって。どれから行く？あ、ナイス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 。もう下から行くしかねえよな。キャスが帰ってきた。オメテオストライク。下から行って。ヘル動かすか。さあ行け。ワンチャンバレてない説ある。バレたわ。入った下で何してんのやろうと思ったらヘイロード動かしてた味方の人ソンブラで回しハックするわ。アイコス壊れてんけど赤点滅入った。最悪、座れへんな思ったら。マシどこ行った。お？キリコいた。ギリ戻れんかったよ。ドゥームバカローやったね。それは助かりません。勝つまでは。え、タックできた。ペッ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 。無理どす。あれここパックなかったっけ。こえ、何が飛んできた。味方が帰ってきたから取り返したよ。あそこに敵がいるわ。敵がいて。敵を回路起動。ラインハル。エコーローやな、すごく。あ、もっと。あそこに敵がいるわ。敵がいたわよ。闇の中をさまよう。うわ、え、あ、俺ボムついてたのね。
わあ。わあ。エイム。エイム。ということで今回の動画はここまでです。この動画良かったと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ次の動画でお会いしましょう。じゃあねっ。